はい、銭湯さんと罰金交換をして裏山に試写しに来ました。あって書いてあるのが朝掛け。これがまあ素直な弾道だったかな。路地まで、まあほぼ水平に飛んで、これノーマルは40メーターまでは届かない、水平に届かないので、ちょっと比較にならなかったです。で、残りのこっちは、02にシールを一巻き二巻きしたぐらいで28段で、4時まで水平に飛んでます。これは銭湯さんが作ったものですが、うちの、売ってる製品と比べてほぼ同じものですね。銭湯さんちょっと こっち来て。一回止めていいで本人に試し打ちしてもらいます。まずはノーマルから。はい。今日は熊沢さんの秘密基地裏山のシューティングレンジに来ております。今日はですね、熊沢さんの方にお邪魔しまして、カスタムをさせていただきました。勉強させていただきました。で用意させていただいたのが。シールが付いているのが箱出しの側で、はい、でこちらあって書いてあるのが、熊沢パッキンの朝掛けタイプ。ここからの方がヤブがいい感じに見えます。これと合成するで、あちらの白い的見えますでしょうか。あちらが40メートルです、ね、あちらに光っているとちょっと風があるのでね、安定しないんです今当たった。弾道見えない。という感じです。はい、まあ、というわけで3つの試写をさせていただきました。うん、どうですか、熊沢さん。はい、じゃあ、まあ、結果を言うと、銭湯さんが自分で組んだもので、うちが売ってるものとほぼ同等の性能にはなりました。ちょっとね、今日風が強すぎて いまいちあれなんだけど、風なければ全然当てられる性能になってますね。やはり、まあ、箱出しと比べると最後の伸びがだいぶ違うような感覚ですね。
ちょっとあの白いところを狙っていけるような感じはこれ取れるんですけども、これだとちょっとドロップ気味になるので、ちょっと上目にしたりとか調整が必要になるような感じで実際にやってみてですね。やっぱ効果はだいぶ出てると思います。あとは組み替えの、初めての人でもできるように今日ザクロちゃんに撮影もしてもらったのでその動画を見れば、このパッキン普通に売り出ししても誰でも高性能なガバが作れるようになるんじゃないかなと思いますがどうでしょうか。いけると思います。今ザクロちゃんどうでしょういけると思いたいうん、まあ、そうですね。私、M4 とかの組み替えも、メカボックスはいらないですけども、パッキングぐらいは入れ替えたことありますけども、まあ、それと比べると、ちょっとやっぱちっちゃいので、多少戸惑うところもありますけれども、まあ、だいぶやりやすいというふうに感じましたので、まあ、トライしてみていただいて、そうすると固定ホップもですね、自分の好きな弾道に調整ができるという形になりますので、0.25 でも 0.28 でもという形で、長物に負けないぐらいの形ですね、調整もできますので、ぜひやってみていただければと思います。難しくなく劇的に変わるので、初めてのカスタムにちょうどいいかも、入門用にいいかもしれない。モレナも安いし、3000円ぐらいエアコンのガバメントとかも買えます。はい。これちょっと当たり答えだと、もうこれで一般に入れるだけでも十分かもしれないですけど、まあやっぱりバランスがありますからね。うまく調整できればこれに近づくね。はい。はい、そんな感じです。じゃあもし何かわからないこととか、聞きたいことだったら連絡ください。ではありがとうございました。バイバイ。また来週。また来週。はい。でこちらですね。実は、はい、見た目わかりますでしょうか。箱出しではないんですよ。こちらがですね、実は熊沢さんの金属塗装カスタム済みのガバメントでございます。箱出しと比べるとですね。動画で違いが出てるとかわかんないけど、まあ、こっちはもうもろに成形色の、この切れ目とかもそうですね。ABS の地肌のまま。こっちはアーセン処理して、金属粒子が入った塗料で塗装して、硬いスポンジで研磨してあります。なんか、モデルガンっぽい感じがするじゃないですか。モデルガン、これ金属風な感じの塗装になってる感じですね。うん、このあたりがわかりやすいですね。プラスチックの質感が。ちょっとテカテカ感がないというか、そうですね。じゃあ、銭湯さん、中身がほぼ一緒になったので、見た目もちょっとこれっぽくしてみますか。そうですね。じゃあ、ガレージでちょっと塗装チャレンジしてみましょう。はい。はい。はい、今はザクロちゃんとベレッタの組み替え動画を作っているところです。これは、パッキンにシールテープを巻くために、頑張らしまーす。はい、OK。いいよ。はい、カスタム製作会。今日は銭湯さんが新品ガバを5丁とも 0.28 なんで40フラットの、うちで売ってるのとほぼ変わらない性能にサクッと作っちゃいました。やっぱり試作のパッキンとうちのスプリングを組み合わせれば結構簡単にできますよね。まあそうですね。このうち2丁はもう一発でできましたよね。で3丁はちょっと微調整をしたけれど、まあ、個体差があるので多少のホップのかかりの具合によって、シールテープの具合を微妙に変えたりとか、そういうのが必要になると思いますけど、まあ、それを気にしなければ普通にそうですね、28で40フラットぐらいか、あとまあホップがちょっと弱いか、そこでちょっと強い目か。 GTF カスタム同等のものをサクッと自分で簡単に5丁もまとめて作っちゃった感想はどうですか。まあ慣れれば何でも、じゃあこのホップパッキンいいですよね。まあそうですね、了解。はい、そんなわけでできたので、これから今度、これを塗装しようと思います。アーセメも消しますよね。この部分ですね。うん。で、ロックタイトっていう瞬間接着剤でパテ代わりに埋めるので、分解しようと思ったらパキッと外すことはできるので、もう完全に分解できなくなるわけではないです。
じゃあまずこのシールを取って、シール取ってグリップを取っちゃいましょう。GDF, Kumazawa.